guys, thank you for visiting our channel. I've been researching for capsule wardrobe for last couple of days. So today I would like to share how to build a capsule wardrobe and I wanted to take you guys along with me. And I will show you some of my outfits at the end of the video. 今日はワードローブの作り方についての動画です。まず、ワードローブとは洋服専用の収納家具、クローゼットは備え付けの収納スペースだそうです。私の住んでいるのはアパートなので作り付けの収納スペースですが、今日は最小限に抑えたセレクトした洋服ということでワードローブという名前を使っています。カプセルワードローブは季節ごとに作るのもあるし、1年を通して1つ作るのもあるようですが、今日は冬物とこれからの春物で洋服を選んでいます。ワンシーズンでだいたい35から40アイテムだそうです。それに含まれるのは洋服、アクセサリー、靴で、それに数えないのが下着、部屋着、パジャマ、靴下とかカバンです。まずクローゼットの洋服を全部最初に出して、その後いつもよく着る、よく手に取る洋服、アクセサリー、靴を選んで戻します。それから計算して35から40アイテムになるようにちょこちょこ足していきます。どういうお仕事をしているかとかで洋服のスタイルも違ってくるし、自分にとってお仕事、趣味、遊びなど何がメインかでも変わってくるので、私が選んでいるような洋服を必ず持ちなさいという意味ではなくて、数とかカテゴリーを参考にしてもらいたいという意味で紹介しています。自分の好きな35以下から40くらいのアイテムを選んで、クローゼットに戻さなかったお洋服は袋や箱に入れて見えないところにしまいます。よくあるミニマリストやカプセルワードローブの洋服は白黒やナチュラル系の色が多いように思うかもしれませんが、やっぱりそれは他のいろんなものと組み合わせしやすいからっていう理由だと思います。そういう系の色のコーデはよく見るかもしれないので、今日はあえて色物を選んでいくつかコーデしてみました。コーデに映ってなかったその他の私のカプセルワードローブの中身はこちらです。冬春2シーズンなので全部で34アイテムでした。少ない服でのコーデは出かける前にパタパタ毎日考える手間が省けます。時間も短縮になるし、その分ストレスもなくなります。実際何十着って服を持っていても、結局よく手に取るお気に入りのものってその中の20から30着くらいだったりするんですよね。
カプセルワードローブをリサーチしている時にこの YouTube 動画を見つけました。ちょうど1ヶ月旅行する予定があったのでカプセルワードローブチャレンジしてみましたみたいな。その方はその30日後結局1回もつけなかった洋服が数着もあったそうです。それからこのチャレンジで余計買い物したい病が出てくるかなと思いきや、逆に全く買い物する気は起こらなくて限られた中でのコーデを楽しめたと話していました。とっても可愛い人だったので、もし気になった方は見てみてください。カプセルワードローブは自分のお気に入りばかりで適当な洋服がないので、毎日お気に入りの洋服を着ているとテンションも上がるし、さっきの動画の方のように限られた中でどれだけ着回しができるか自分にもチャレンジできるので、そこも楽しめるかなと思います。断捨離をしてクローゼットの中身を全部見た後に、これ可愛いし好きなはずなのに思い返したら2ヶ月も袖を通してなかったなみたいな洋服があるかと思います。そういう時はその洋服を処分するのがもし惜しいって思うんだったら、答えは一つ。 Love people and use things because the opposite never works. ミニマリストの方も言っているように着るです。クローゼットの奥で冬眠している洋服やバッグやアクセサリーを起こしてあげて、あるものはどんどん使ってあげましょう。そうすることで洋服たちもきっと喜ぶはずです。洋服が多すぎて収納に困ってる、朝コーデするのに時間がかかりすぎて困ってるという方、時間も気持ちもスペースもスッキリするこのカプセルワードローブ、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。カプセルワードローブもやってるよとか、これから試してみたいという方、他にもこんなアイディアがあるよとか、あなたの今のクローゼットの状況とか、よかったらコメント欄で教えてください。今日も見ていただきありがとうございました。Thank you so much for watching. Enjoy your weekend. Bye!